谷口雄也は、三重県四日市市出身のプロ野球選手。宇藤左田。北海道日本ハムファイターズ所属。愛称は、谷口キュン。小学1年時から、軟式野球をはじめ、6年時は、四日市トップエースに所属。中学時代も、同チームの中学部でプレー。2年時の春に、全国大会準優勝を果たす。愛工大名電高校時代は三流一種のレギュラー。 二年時の夏は、愛知大会ベスト8。二年時の秋には、一自由劇手を任されたが早急が安定しなかったため、県大会以降は、中堅手に転校した。三年時の夏は、外野手だけでなく、投手も務めたが5回戦で敗退。甲子園出場はなかった。高校通算44本塁打。高校の2学年先輩に、SKE48 の元メンバーの高田氏おり、 に学年後輩に中日ドラゴンズの浜田達郎がいる。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて、北海道日本ハムファイターズから5位指名を受けた。11月20日、契約金2000万円、年俸480万円で契約。2011年は二軍で、左翼手のレギュラーを勝ち取り、二軍の中では最多の100試合に出場した。 2012年は、糸井義雄が、不傷離脱した際に一軍昇格。杉谷健氏との併用で、右翼氏を務めたほか、代打で起用された。2013年こそ打率、108と結果を残せず14試合出場に止まった。2014年には、自己最多72試合に出場し打率、268、日本塁打、11打点を記録する。2015年は、 岡大会、浅間大輝らの台頭もあり48試合出場で打率243と前年より成績を落とすも6月2日の広島東洋カープ戦で前田健太からプロ初となる代打本塁打を放った2017年は右膝人体損傷の重傷を負い手術を受けたこれにより一軍出場はなかった2018年 11月20日に背番号を64から4に変更することが発表された。高校通算44本塁打の長打力と50メートル5秒7の瞬速が評価され、高校時代は一郎二世と評価されていた。本人は中距離打者と自認している。小顔で銅眼である。2014年2月に行われた千葉ロッテマリーンズとのオープン戦。 韓国、LG ツインズとの練習試合で、本塁打を放つ活躍を見せると、可愛すぎる、ツラッカーとの見出しが、スポーツ紙に踊った。ファンからは、女優の合力あやめにとの指摘があるが、本人はやんわると否定している。なお、合力は、谷口のことを認識しており、 2014年の日ハムのファン感謝デーに出演した同じ事務所に所属するタレントを介して谷口にエールを送っている。2017年にバラエティ特番ジョブチューンで初共演を果たした。ちなみに2014年のファン感謝デーに密着した特番の中で谷口は出生前診断で女の子が生まれると診断されていたらしく、両親は女の子で生まれてきたら、 水木と名付けようとしていた、と明かした。2014年の夏頃に日本ハム応援団が谷口の打席で演奏する応援歌を発表。自身のツイッターで喜びをつぶやいている。ありがとうございます。